雄太初のパリでの華麗なデビュー三木本新作ジュエリーを身にまとい驚きと興奮の瞬間を語るハリウッド女優ミシェル王と共演神宮寺雄太が世界のセレブと交わる特別な夜神宮寺雄太は初めての海外ファッションイベントへの参加という特別な経験をしました 彼は6月25日にパリのバンドーム広場に位置するホテル D11 ユー・フ・エブロイグで開催された三木本の新作ハイジュエリーコレクションザ・バウズの発表イベントに出席しました彼がイベントに参加すること自体が非常に特別な出来事であり彼の興奮と喜びは言葉に尽くせないものでしたイベント当日神宮寺はまずホテル D11 ユー・フ・エブロイグにてフォトコールに登場し新作 ザ・バウズのネックレスを身にままといました彼が身にまとったネックレスはダイヤモンドとパールで織りなすリボンが特徴でセンターには美しく輝く白鳥真珠が配置されていますこのネックレスは彼のダークトーンのシックなスーツスタイルに見事にマッチし神秘的な存在感を放っていました神宮寺はクールな表情を見せる一方でリラックスした笑顔でのポージングも披露し 会場に集まった多くのファンやメディアの注目を集めました。彼にとって初めてのハイジュエリーを身につける経験は非常に感激的なものであり、神宮寺は熱心にアイテムの説明を聞きながら会場をじっくりと見て回りました。イベント後のインタビューでは、今日はこんな素晴らしいハイジュエリーを身につけることができて、とても気分が高まっており、興奮しています。今回初めての海外でのコレクション参加で、 こうして三木本さんと一緒にパリに来ることができて、嬉しい気持ちでいっぱいです、と語り、その喜びと興奮を隠しきれない様子でした。神宮寺の初めての海外イベント参加は彼にとって大きなステップとなりました。この経験が彼のキャリアにどのような影響を与えるのか、これからの活躍が非常に楽しみです。彼の参加した三木本の新作コレクション、ザ・バウズは、その名の通りリボンをモチーフにしたデザインで、 ダイヤモンドとパールの組み合わせが非常に美しく、豪華な印象を与えます。このコレクションは、三元が誇る高品質な素材と高度な技術力が結集したものであり、見るものを魅了すること間違いありません。神宮寺はイベント中、様々な著名人と交流する機会もありました。例えば、ハリウッド女優のミシェル王や、 三木本のグローバルブランドアンバサダーである俳優の孫ロ論といった特別なゲストたちと共に時間を過ごしました。彼らとの交流は神宮寺にとって貴重な経験となり、彼の視野を広げ、新たなインスピレーションを得る機会となったことでしょう。今回のイベント参加を通じて、神宮寺はファッションやジュエリーの世界に対する新たな理解と深い感銘を受けたようです。彼が語った言葉からも、 その感動と興奮が伝わってきます彼は、今回の経験を通じて、ファッションやジュエリーの世界にはまだまだ自分の知らない魅力がたくさんあることを実感しました。これからももっと学び、成長していきたいです、と意欲的な姿勢を見せました。このような特別なイベントに参加することで、神宮寺は自身のブランド価値をさらに高めることができました。彼の魅力と才能は、 日本だけででなく世界中で認められつつあります彼が今回のイベントで得た経験と学びは今後の彼の活動に大いに生かされることでしょうファッションやジュエリーに対する新たな視点を持つことで彼の表現力やパフォーマンスにも新しい風が吹き込まれるはずです神宮寺の成長と進化を見守りながら彼の新たな挑戦と成果を期待しましょう 今回のパリでのイベント参加は、神宮寺にとって一生忘れられない思い出となりました。彼のファンもまた、この特別な瞬間を共有し、彼の成長を共に喜ぶことでしょう。神宮寺雄太のこれからの活躍に期待し、応援し続けましょう。彼の魅力と才能がさらに輝きを増す未来を楽しみにしています。神宮寺がパリでのイベントに参加したことは、 彼のキャリアにおいて重要ななな一歩でありりり新たた可能性を切り開く契機となりました彼の成長と成功をこれからも見守り応援し続けることがファンにとっても大きな喜びとなることでしょうまた今回のイベントを通じて三木本の新作コレクション「ザ・バウズ」も多くの人々に注目されましたこのコレクションは三木本の伝統と革新が融合したものであり その美しさと品質神宮寺がこのような素晴らしいコレクションとともにパリの舞台に立ったことは彼のキャリアにおいても非常に意義深いものとなりました神宮寺雄太の未来は無限の可能性に満ちています彼の今回のパリでの経験がどのように彼のキャリアに影響を与えるかそしてどのように彼の成長を促進するか非常に興味深いところです 彼の初めての海外イベント参加は、彼自身だけでなく、ファンや関係者にとっても大きな意味を持っています。このような大きなステージでの彼の姿は、多くの人々に感動を与え、新たなインスピレーションをもたらしました。神宮寺が身にまとった三木本のザ・バウズ・コレクションは、まさに芸術品と言えるでしょう。このコレクションのネックレスは、ダイヤモンドとパールが織りなすリボンのデザインが特徴で、 中央には白鳥真珠が美しく輝いていてますこのネックレスが彼のシックなスーツスタイルに完璧にマッチし、彼の魅力を一層引き立てました。彼のクールな表情とリラックスした笑顔は、会場に集まったすべての人々に強い印象を与えました。彼はイベントの中で多くの著名人と交流し、新たな刺激を受けました。特に、ハリウッド女優のミシェル王や俳優のソン・ウェイロンとの出会いは、 彼にとって非常に貴重な経験となりました。彼らとの会話や交流を通じて、神宮寺は新たな視点やインスピレーションを得ることができました。彼がこのような国際的な場で輝きを放つ姿は、多くのファンにとっても誇りとなるでしょう。また、今回のイベント参加は、神宮寺が自分自身を新たな挑戦へと導く一歩となりました。彼は、今回の経験を通じて、 ファッションやジュエリーの世界にはまだまだ自分の知らない魅力がたくさんあることを実感しました。これからももっと学び、成長していきたいですと語り、その意欲と決意を見せました。この言葉からもわかるように、彼は常に自分を高め、成長することを目指しています。彼の成長を見守ることは、ファンにとっても大きな喜びです。彼の新たな挑戦と成果を期待し、応援し続けることで、 私たちも彼と共に成長していくことができるでしょう。神宮寺雄太の未来は明るく、その輝きはますます増していくことでしょう。このパリでの経験を通じて、神宮寺は多くのことを学び、感じ取りました。彼の語った、今日はこんな素晴らしいハイジュエリーを身につけることができて、とても気分が高まっており、興奮しています。今回初めての海外でのコレクション参加で、 こうして三木本さんと一緒にパリに来ることができて、嬉しい気持ちでいっぱいです、という言葉には、彼の心からの喜びと感動が込められています。このような特別な瞬間を共有できることは、ファンにとっても大きな幸せです。彼のこれからの活動にも注目が集まります。ファッションやジュエリーの世界に対する新たな視点を持つことで、彼のパフォーマンスや表現力はさらに豊かになるでしょう。 彼の成長と進化を見守りながら、彼の新たな挑戦を楽しみにしています。神宮寺雄太のキャリアは、これからもますます輝きを増していくことでしょう。彼の才能と魅力は、国内外問わず多くの人々を魅了し続けることは間違いありません。彼の未来がどのように展開していくのか、非常に楽しみです。ファンとして、彼の成長と成功を応援し続けることは、 私たちにとっても大きな喜びです。